はい、今コスマイル白衣に来ております。石川県です、はい、いやもうめちゃくちゃ来てみたかった場所なんですよ、はい、本物のロケットとかあるそうなんですよ。素晴らしい。はい、もう UFO が好きなんで UFO ファンは絶対に一度は足を踏み入れたい場所なので。そうですね。ですよね。うん、ぜひぜひもう行きたいところだったので早く行きたいです。はい、外観もなんかもうテンションが上がりますよね。いや、これは普通にテンション上がりますよね。このシアターとかね、安いですよ。あ、こんにちは。どうも、はじめまして。はい、はじめまして。はい、こちらこそよろしくお願いします。すみさんと、はい、岸本です。あ、よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はい、はい、よろしくお願いします。高野と申します。はい、ありがとうございます。では早速、館内を案内していただきます。わかりました。はい、まあ、こういったものは、まあ、ローバーですね。月面車。あ、これが、こんな大きいんですか。大きいですね。なんか写真で見るとちっちゃいから、いつもこれ走らせる、まあ、地上を走らせるためにですね、わざわざゴムのタイヤに変えちゃったんですよ。はい、でこれできた時にこれに子供たちを乗せて、この外をぐわーっと走ってたんですね。そうです、そうです。実際走るんですよ。すごいですね、これ。エンジンとかどこにある？あ、モーターなんですね。モーター類は全部ここに入ってます。すごい。すごい。まだ全然使えそうな感じの。そうです。乗ってみたかったな。で、ハルナンバーとかこう中に打ってあるのがあって、そのまま使わなかったパーツなんかそのままくっつけてあるんです。そのままですか。これがあのハンドルですか。そうです。それがこう操縦で。前へ倒すと前進するんですね。車の免許いりますか、これ。あ、まあ、一応車の免許を持った人間が車両としてしか見てくれないですね。車両扱いになります。ただしこの構内だけ、一般道はちょっと走れない。私有地のみでこう。そうです、そうです。いろんなつまみがある。いやいや、もう動きすんね。さあ、どうぞ、あの館内怖いからご案内しますので、はい、どうぞ。広いですね。こっちに UFO が着陸してるっていうイメージで作っちゃったんですね。へえ。名称がコズマイル白衣。これ、はい、宇宙の出島って意味で。ほうほう。ああ、そういう意味なんですか。長崎に来ていた黒船ですね、受け入れた出島。あ、じゃあ現代の黒船って何かっていう。なるほど。それは UFO だと。ここはハビタブルゾーンといって、はい、まあ、展示室の部分なんですね。ハビタブルっていうことを使ってるんです。日本で初めてっていうか、これ公共の博物館なんですよ。で、UFO を扱ったのは初めてです。で、SETI ですね、はい。地球外知的生命探査の SETI ですね。今もありますよね。だから、これ20年以上前にやったんですよ。うんうん、で、当時やっぱり日本の中には世理学科、世理学部ってなかったんですよ。全くない。世に知られてなかったんですね。で、セティの一番最初を始められた方がこのモリソン博士なんですね。はい、ガンマ線をこう使ってですね、で、エイリアンと話しようと、対話しようという試み。マンハッタンプロジェクトにいらっしゃったんですね。すごい。いや、だからおかしいんですよ。おかしいですよね。あの、原爆の開発の一部リーダーだったんです。突然辞めてですね、宇宙人との交信。結構エリートの方多いですよね、そういう動きするというか。いや、だから僕直接会いに行ってですね、先生、どうして原水爆の開発からいきなり宇宙人との交信に心変わりされたんですか、はいはい、っていうのを本人の自宅に押しかけて聞いたんです。そしたら、そしたらそれを聞いて、はい、これあと秘密ですね。すげえ気になる。もちろん、もちろん、はい。ダイソン級のダイソンですよね。すごい。ダイソン博士にもお会いしました。直接押しかけたんです。押しかけ、だいぶ押しかけてらっしゃる。そうです。意外と答えてくださるんですね。でも、そうですね。だから何者であって、でどういうことをこう、実はここを館を建てるときにですね、協力していただくと全部両方合わせて32名いらっしゃるんですよ。で、まだこれのところ出してない方が多いんですけど、そういう方々、否定論者も含めて、だからSETIが UFO 宇宙開発、す
すごい。という3つのテーマをここで持ってるんです。面白い、夢がありますね。だからセティっていう学科学部日本にはない、でもハーバード、スタンフォードあるんですよ。セティ学科、セティ学部、日本には一つもない。日本の学問というのは輸入品なんですよ、うんうんうん、正式に文部科学省は輸入しない限り学科学部には絶対ならない、うんうん、宇宙からのシグナルが来ても日本ではそんなにすぐに結果が出せないですよね。もちろん、まあ、これはいろんな規定があるんですよ。でそれも全部気にしました。いろんな規定もうすでに聞きたいことがいっぱいできて、有名どころばっかり。ここはユーフォロジー、UFO 学っていうのをワイミング大学でスプリンクラー博士が始めたんですよね、うん、先生どうしてその UFO 学っていう学問体験したんですか、なぜそれがこう意味あることなんでしょうか、一体何を研究してるんですかっていうのを本人が語ってます。で、まあ、ハーバード大学もそうですね、はい。で、まあ、これはバストラバーだとか、まあ、いろんな説があるんですけど、でもエイリアン、アブダクトされたっていうその医学的に検証しようっていうですね、ジョン・マック、彼がこうかなりまあ、相当深く突っ込んでやっちゃったわけですよ。すごいな、でそういったものをで実際の検証した結果はどうなんだっていうことを、これを本人たちの意見を直接ここで聞けるようになってるんです、うん、すごい。誰かを介してじゃなくて、うん、本人たちの生の声っていうのをここの企業システムで全部聞けるようにしたんです。第一次情報というか、そうですね、素晴らしいですね。そう、だからあの翻訳かかったりですね、うん、すると間違ったデータが日本に伝わるんですね。そうですよね。例えば日本の学者でもですね、まともな科学者で UFO なんか調査研究してるやつはいないんだっていうことは平気でもう言うやつがいるんですよ、うんうん、嘘ですから、うん、どうして先生知らないだけなんでしょうなんて、うん、例えばね、NASA エムズ研究センターのリチャード・ヘンズ博士、うん、なんで UFO 研究してるんですかっていう、うん、本当そうですよね。全部名だたる大学の教授ですもんね、ええ、で特に私の恩師みたいな人が、はい、スタンフォード大学のペーター・エスタルク教授なんですよ。はあ、恩師。もともとプラズマ研究所の所長であって、その後宇宙物理系の研究所を所長するんですね、はい、このスタンフォードが面白い大学なんです。UFO の残骸の研究とかずっとやってたんですよ。一番最初にウバトゥーバーの墜落した金属を研究したのがこの人です、うん、そうだったんですね。ギャリー・ノーランとか後輩がいるんですよ、はい、あの今スタンフォード大学で一番注目されている教授がゲイリー、それも同じあるグループにいたんです。僕も入ってたんです。本当ですか。メンバーエイリアンの本当に DNA 検査とかするんですよね。そうです。 SE というですね、はい、スタンフォード大学を中心にして作られたソサエティ4サイエンティックエクスプロレーションという、うん、SSE という団体で僕加盟してたんです。すごいすごいメンバーがもうここに、ね、だからいらっしゃった。これ否定論者も含めて、うん、元 CIA で後にあの博物館の館長、スミソニアの館長になっちゃう、うん、でなんでアメリカ国民の UFO に関する関心事っていうのを低下させなきゃいけないか、うん、そのプロジェクトにかかってた張本人ですよ。そうなんですね。 CIA っぽい直接、はい、本人に聞いたんです、はい、先生どうしてそんなプログラムをお作りになったんですか、うん、はい、しかもサンクスギビングデーから感謝祭、うん、でクリスマスまで返上ですよ、はい、返上で缶詰状態になってですね、はい、その計画を作るんですよ。重要度が高いってことですよね。そりゃそうですよ、だって普通の人やらないでしょそんな時期に、はい、ですよね。なぜですか。あとで教えます。何この CM みたいになるシステム。素晴らしい、はい、まあ、これはマーキュリー計画ですね、はい、もともとはこれ人を乗せるもんじゃなくて核爆弾が入ってた部分です、はい、そうなんですか。そこにあの核をですね、はい、取り外して人を乗せ替えただけなんですよ、だって、宇宙へ行って帰ってきた、はい、15分ですよたった。そうなんですか。ドン発射、帰ってきました、そんなスピードで。もうなんか本当、いや宇宙ですから、宇宙っていうのは人が勝手に決めた距離なんですよ、うん、最初はですね、海抜80キロなんです、はい、それを超えたら宇宙にしようっていう規定を作っちゃった。なるほどなるほど。その次は80キロ低すぎるだろう、うん、でファイレギュレーションっていう規定になってですね、海抜100キロ、うん、1ミリでも超えた瞬間に中に乗ってるパイロットの名称がですね、うん、アストロノーツ、宇宙飛行士と名乗ることができるっていう規定にしちゃったんですよ。なるほど。だから宇宙に行ってます、宇宙から帰ってきました。宇宙なんか行ってないですよ。え、でも
行った人たくさんいるじゃないですか、まあ、名乗ってる人がね、アポロとか、ね、いっぱいいるわけ。いや本当に宇宙に行ったのは地球圏外出た人だけなんです、うんうんうん、アポロ宇宙飛行士だけ、はい、アポロ宇宙飛行士だけだけなんです。その他は行ってない、地球圏飛行士と言います。あ、地球の表面しか回ってないんですよ。ほうほうほう、そうなんですね。なんか噂では聞いたことありましたけど、本当にそうなんですね。400キロ、500キロ。じゃあ400キロ、500キロから、はい、ビー玉1個ポンと離すとどうなります？浮きますか？え、全然わかんないんですけど。浮かないと思いますけど。そうですよ、はい、1円玉でもそっと離したらどうなります？400キロ上空からそっと離すと落ちていきます、ね、そうでしょう、はい、無重量状態じゃありませんから。あ、なるほど、そういうことか。無重力になれるスピードを出してるだけのことなんです、はい、なるほど。これ大中宙スピードといって時速2万8000キロなんですよ、うんうん、これさえ出せば地球が引っ張る重力と地球から飛び出そうという力も均衡するんですね、うん、これが大中宙スピードといって中のものは全部浮き出すんです、うんうん、じゃあこれが1キロ1000メートル上空で時速2万8000キロ出しても中のものが浮くんですよ、うん、じゃあ1キロ1000メートル上空宇宙か、違うでしょ。違いますよね、うん、でも中にいる人は宇宙に行った気分にはなりますよね。まあ無重力っぽい、ぽいからね。重力が消えてなくなるだけなんですよ。うん、まあ微小重力、マイクログラビティといって微小重力はあるんですけど、でも1000キロ上空って言ったらまだ空気抵抗が非常にあってですね、うんうん、時速2万8000キロで飛ばすとこれ燃えちゃうんで、うん、空気抵抗との間は摩擦で燃えるんですね。うんうんうん、だからちょっと空気が薄いところでやろうよと。うん、いうのが宇宙開発のそもそもの始まりなんです。そうだったんですね。だから、まあ、米ソが争ったんですね。はあ、だから仲の悪い国、軽減の中って言いますけど、はあ、おかしいんですよ。アメリカは猿打ち上げて、うん、ソビエトは犬打ち上げた、うん、これ実際使ったボストークです。実際に使ったやつ。そうです、あのリエントリー再突入にしたやつですね。だから下の部分を見ていただくと真っ白になると焼け焦げてるんです。これ白くなればなるほど高温にさらされたっていう部分ですね。そうなんですか。そうです、だから金属で作れないんですよ。いや、なんかこれはすごいテクノロジーのものとは見えないですよね。いや、ドラゴンボールで見た感じですよね。そうそうです、よく似てる。あのハンマーで割ることできますから、これそんなもろいんですか。そうです、もろいです。だからこれなんか割れてるでしょ。割れてます。岩に耐えられるんです。そう、あのぶつかったりするとですね、割れます。うーん、弱いんだそれ、ええ、はい、何かというと、これ七輪と同じなんですよ。シリカです。材質が軽装ですね。確かにこの質感見覚えありますね。だから馴染みだったんですよ、日本人には。これがあの金属でできてると溶けちゃいます。そっか、そうですよね、溶けちゃうのもダメだから、ね、数千度を超えちゃうんですね、空気との摩擦で。時速だから2万、回るためには時速2万8000キロ最低でも出さなきゃいけないです。なるほど、だから時速2万何千キロで大気圏というか、あの空気の層が厚いところへ再突入するんですね、はい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 、金属でもしできてたらこれ溶け出すんですよ。そうですよね、なんか脂肪ですよ。あ、ここから見てみる、こんななんだ、ええ、わあの、はい、すごい一人乗り用なんですね、はい、で旧ソ連は初めて成功したのがガガーリンなんです、はい、それまでは失敗の連続なんです。そうだ、一切発表されてない。へえ、僕はモスクワ行った時にですね、スターシティ星の街っていうところにお邪魔したことあるんですよ、はい、ある許可を得て。そしたらガガーリンではないんですよ、最初の新聞のコピーもらったんですよ、はい、ガガーリンじゃないですよ、そこ違うんですか。この人が成功したっていうゲラがあったんですよ、新聞の、はい、本当はこれだったんだけどねって見せられたんです。それはあのロシア人たちはみんな知ってるんですか。そのスターシティ星の街の関係者を知ってた。あ、だからそうです、初めて成功したのがガガーリンだっていうんです、はい、その前の名前違うんですよ、全然違う。一回天津山脈にボンドぶつかってですね、墜落しちゃったんですよ、うん、でそのまま北京の病院に運ばれて半年間療養して初めてですね、モスクワへ帰った、うん、一切発表されてない。そうだったんですね。で死亡した顔写真と、はい、何のっていうのを全部見せられたんですよ。あるんですね、それあります。こんなもん出していいんですかって聞いたら、ね、ペレストロイカだからいいのよ、グラシネスだからいいのよって言われて、いいのよ、
だから仲良くしてもらったのはマリーナ・ポポビッチといって、旦那さんがパーベル・ポポビッチで、ソビエト圏内の UFO 情報を全部掌握している責任者でした。その奥さんマリーナ、彼女は空軍隊員だったんですよ。で彼女が随分かわがってくれたんです。でこれ白衣をお呼びしたんですよ。いらっしゃいました。来ましたよ。で講演会もやってもらったんです。言っちゃいけないこといっぱい言っちゃいそうですね。いや言っちゃいましたよ。絶対そうですよね。これは NASA から100年間タダで借りてるもんです。タダで借りてる、うわマーズローバーだ。これいやこれルナマーズローバーといって、はいはい、衛星と惑星の名前持ってるんですよ、うんうん、で NASA の宇宙開発史上衛星と惑星の名前を名称を付けられたのはこれ1台だけなんです。そうなんですね。普通はルナローバーかマーズローバーどっちかなんです。そうですよね。これルナマーズローバーって言うんですよ。月火星車。これ、うん、実は旧ソ連に対して遅れを取ってしまったアメリカはですね、何を考えたのかというと、密かに火星やと月に人類を先にソ連よりも先に送り込むっていう計画だったんです。すでにそんなことを実際やってるとか。70年代。それがそうです。それがルナマーズミッションというんですね。うんうん、でその月への計画のことをアポロミッション、アポロ計画と名前を付けたんです、うんうん、ただ火星まで想定してたんですよ最初。これモハベ砂漠で密かに実験やってたんです。そうなんですか。火星でも行けるように。この外側の枠ではこれ中で回転できるんですよ。4輪完全独立圏外なんです。なんかさ、すげえ本当人が手で作ったみたいな感じなんですよ ね。 そうだね、手作り感。そうそうそう、手作り感がすごい。めちゃめちゃこれだからモーターなんですね。で4輪が独立して動くんですよ。これ独立して、だから大きそうになって大きくだって見えるんだけど中折れするし真ん中で折れちゃうんですね。でくるくるっとここの外枠の中だけでこう回転できるんです。このプロパティ所有権所有者を見てほしい。どうぞ、ね、すげえ、すごい。これはワクワクするな。めちゃくちゃすごいね。私は皆さんにないんですよ。そうなんですか。ここに来てるから。なんでそんな NASA に置いてる。NASA にある方が普通じゃないですよ。なんでそれを NASA にないんですよ。ここに来てるから。僕はある関係者と仲良かったんですよ、はい、NASA の広報部長とそれから政治部長、はあはあはあ、さっきからもう仲いい人がちょっとすごすぎる。すごいな。上から吊ってあるこれ衛星、人工衛星で、これ本物ですね。これが動いてるんですね。すげえ。これ当時としては世界最大級 の、 オートジャイロですね。巨大なジャイロを使った、まあ、通信衛星ですね、うん、で遠地点と近地点の差がこう楕円軌道を描くんですよ。超楕円軌道、うん、はい、これ2個使うと2台あるとですね、モスクワとアメリカ直接話ができたんですね、はあはあ、地球丸いですから電波ってまっすぐしか飛ばない、はい、相手に届かないんですよ、うん、だからどうするかというと上空に当てて反射させるんですね、はいはいはい、なるほど。2台あると地球の裏側と話ができたんです。そういうことか。そうです。なるほどね。だから一歩もう日本もどちらかというとソビエトが実は当初上回ってたんですね。うーん、共にこの技術はナチスのものです。あー、やっぱりそこなんですね。米ソが争うようにして持ってっちゃったわけですね。うーん、ペーパークリップでこっちおいでよこっちおいでよ、でこっちの方がお金あげるからなんつって、ただアメリカの国内ではものすごい反発だったんですよ、軍人は特に。んなんで SS ナチスドイツの言いなりにならなきゃいけないという宇宙開発市場でもあったんですよ。それだけやっぱりナチスの技術っていうのは高かったっていうことですよね。だってみんなプロペラ機しか第二次世界大戦持ってない時ジェット機持ってるんですよ。圧倒的ですよね。そう考えると大砲ボンボン飛ばしてるときミサイル持ってるんでしょ。はい、あとベル型 UFO でした。あったって言いますね。それの開発を命じられたヘルマン・オベルト博士、はい、お会いしてきました。また押しかけたんですか。はい、なんか本で読むような人みんなとお会いしてます。オベルト博士、そうですね、うん、すごっ。でもう点滴しながらなんですけどフランクフルトでお会いしたんですよ初めて。会話できたんですね。ええ、お会いできました。でそれをこう仲良かったのはコールマン・ボン・ケビツキーといってですね、旧ハンガリー帝国海軍の軍事将校なんですよ。彼が仲良かったんですね、うん、で面白い人に会わせてやるからと言って、うん、フランクフルトで初めて会わせていただいたんです。うーん、どんな会話をされたんですか。先生、どうしてナチスは反重力装置作ることができたんでしょうか。それはどの程度実用的だったんでしょうか。
結構いきなり革新的なこと。誰が命じたんですか、どういう経緯で何が必要だったんですか、いろいろ聞いたんですよ。だから一番最初にフォッケルフという偵察機から UFO を撮影したって言うんですよ。でそれを見てヒットラーはこれは連合国アメリカ合衆国が作った秘密兵器に違いない、うん、これよりももっとすごいものを作れという命令をオーダーを受けたっていうんですよ。なるほど。なるほど。さまざまな実験をするんです、うん、最初にエンジン積むんですよ、うん、内燃機関全く使い物にならない、うんうん、最終的にたどり着いたのは何かというと液体水銀なんです。ですから第二次世界大戦の終わる頃、はい、液体水銀が大量に欲しかったっていうんですよ。高速の回転電波を与えるとですね、うん、積力が生まれてくる、はい、で先生実用的だったんですか、いや、うん、さほど実用的なものではなかったっていう。そうだったんですね、はい。まあ、でもかなりその研究自体はかなりちゃんと進んでいた、ね、進んだんです、ね、だからそこに乗ってる搭乗者だから本来のものですね、はい、まあ、本物の、まあ、UFO みたいなもの、うん、でそれを裏にですと言い始めて名前を付けたのはヘルマン・ウベルト博士なんです。搭乗者っていう意味で、なるほど、裏にですっていう、裏にですっていう言葉を使ったんですね。面白い。このアポロ計画の最後の船長ですね、ジン・サーナン、はい、彼と仲良かったんですよ。でここに来た子供たちへのためのメッセージを書いてくれたんです。うわー、プライスレス、うん、もう全部プライスレスですよね。で彼がラストマンズムーン、月最後の男って言われたんです。かっこいいな、その名前も。一応本当に月は行ってるんですよね。行ってますよ、うん、すぐ分かる、本物かどうかっていう。あ、偽物もあるんですね。いや、あのね、月行った証拠あるのかっていうとありますよ、うんうん、あの簡単に分かるんですよ。え、それは後で、後で教えますね。で、なんで船長キャプテン17号で終わったの。そう、そこが一番気になりますね。なんで18、19、20号で作られてるんじゃない。そうですよね。で、その次の号ですね、18号、これはあることに使われたんですね、はい、これはよく知ってます。でもその他はどうしたのっていう話をちょっと深く突っ込んでやったんですよ。で、一体何を見たのっていう、うん、うわすごい気になるところ。で、家の中では絶対語らない。で、ちょっと来いって言われて、めちゃくちゃ大きな声で、俺はだから UFO なんていないと言ってるだろうって言うんですよね、うん、そんなこと言ってないね。で、キッチンの引き出しから G2 マニュアルってマニュアル本を、真っ黒いやつで G2 マニュアルって書いてある、ボンと出して、はい、そっとめくって UFO って書いてあるとこ指さすんですよ。ああ、なるほど。うわー、怖っ。振りをして演技をしてるってことですね。あの盗聴器ある、盗聴のね、盗聴器ある、絶対ある。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、UFO、宇宙人に関する情報など、下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。